スーパーライト級マサ・佐藤 VS 朝日雄太郎。からの激闘の姿を見せます。3分3ラウンド延長1ラウンドで行います。第5試合です。スーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、朝日雄太郎対マサ佐藤の一戦です。この放送の解説も引き続き伊塚さん、そして志田ねねさんです。よろしくお願いします。お願いします。1回だからな、連続攻撃反則になったらな、キャッチでもパンチはダメだから。マサ選手、主人とも戦っているので。あ、そうですね、秀樹選手。はい、頑張ってください、はい、その時はまだ沖縄のジムに所属していた時ですね。はい、35歳という年齢を機に、まあ、その前にはなりますが、今ウィラサクレックさんがセコンドについていますが、このウィラサクレックジムに移籍してきましたマサ佐藤です。打たれ強いですよね。ヤンバル将軍というそんなニックネームもついています。サウスポースタイルの朝日対オーソドックスタイルのマサ佐藤、スーパーライト級の一戦が始まりました。朝日選手、上下の攻撃とか左右の動きがとても速くて上手なので、はい、捉えづらさはあるんじゃないかとは思うんですけど、フルコン空手を6歳から中学までやっていまして、中学からキックボクシングと並行して2年ほどテコンドーをやっていたという朝日雄太郎。テコンドーのステップですよね。はい、まあ、自身ではそこまでテコンドーのバックボーンはないんだけどとは言っていたんですけどっ、ね、やっぱり蹴りがかなり出てますもんね。出てますね。私も朝日の試合何度か実況しているんですが、やはり独特のこのサイドキックというのを見せてきます。刺されましたね、膝が。膝、あ、ちょっと刺さったかもしれません。ボディから打ち上げていく。うわ、来ただ。まずダウンを奪ったのは朝日雄太郎。いや、これ刺さって効いてるかもしれない。無理か。いや、厳しいか、ダメだ。いや、これは脇腹いいところに突き刺さった。実はマサ選手、ウィラサクレックジムに入る前にレフティの初詣で一緒に行ってことあって、すごい好青年な男の男性でね、もうちょっと実は応援してたというか、結構病気からの復帰だったんで楽しみにしてたんですけどね。さすが朝日の選手の膝、絶妙なタイミングでしたね。いやー、あそこまで不沈感という異名を持つマサ佐藤なんですが、そのマサ佐藤が結局立ち上がれないぐらい一発で効かしたっていう膝でしたから、ね、はい、内臓のことが大丈夫なのかなとちょっと思ってしまいましたけど、奥の方までね、何かあったと思います。本当に打たれ強い選手なんで、お腹で倒れることなんか見たことなかったので、はい、ですよね。ちょっと何かあるのかなと。まあ、清掃の主要ガンからの復活というリングだったんですが、勝利を収めることはできませんでした。マサ佐藤です。フェニックスの朝日雄太郎です。今日はお忙しい中ご来場いただき、またアベマで観戦してくださっている皆様、本当にありがとうございます。そしてマサ佐藤選手の応援にくださった皆様と、マサ佐藤選手のおかげでこうやって成立しているので本当に感謝しかないです。ありがとうございます。ちょっと KO が多くてちょっと焦ってたんですけど、自分もこうやって KO 勝ちできてよかったです。フェニックスの偉大な先輩がまた 来月来陣出て盛り上げてくれると思うので、朝日雄太郎もやばいということを覚えてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。やばいです。そう、お伝えしようとしていたんですが、実はフェニックス所属この梅野源氏選手もセコンドに入っていまして、第1ラウンドが終了後にお伝えしようとしていたんですが、やばい状況でもう第1ラウンドで終わっちゃいました。そうですね。でもしっかり先輩の宣伝をしてきたしたんで、まあ、これやばいだろうというような第1ラウンド KO 勝ち、朝日雄太郎勝利を収めています。